い、どうもめぐきちです。皆さんこんにちは、めぐきちでございます。毎度毎度お世話になってます。見てらっしゃる方はよろしくお願いいたします。さて、前回まで、しつこくしつこくエレカシのことを語り続けてきまして、今回まあナンバーガールのことをお話しするよって言ってたんですね。ロックンロールやねーのナンバーガールですね。福岡県から来ましたナンバーガールです。ナンバーガールですね。まあご存知じゃない方もいらっしゃると思いますが、ロック好きの方は知ってる人いると思いますね。今バックでちょっとね、うちの母に頼んで、撮ってもらったワウワウで行われました、ナンバーガール再結成の、録画がかかっておりますので、ちょっと、まあ、音入ってくるかもしれません。それなのに今日障害者の長女が作業所を休んでまして、障害者の長女がちょっとドスドスこうね通り過ぎたりとか、あるかもしれませんけど、まあご容赦ください。家に通ってますんでね。まあちょっとそのナンバーガールの前にね、ちょっと昨今ショックなことがありまして、まあ正直に言いますと、そのお薬ですね、マッキーが捕まったっていうことです。もうはっきり言って、これもちょっと超ショック。もう槇原敬之さんといえば、我々、まあ、バブル世代を通り越したOL 時代にですね、もうまあ就活前ぐらいにどんな時もが流行ってもめっちゃ聴いてましたから、まあポップミュージックがすごく好きでですね、その頃あんまロックロックしなかったので、洋楽とポップミュージック聴いてましたよね。ユーミンであるとか山下達郎さんであるとか、それにマッキーがデビューして入ってきて、すごいなこの人と思って、まあ、なんて素敵な曲を書く人なんだろうと思ってて、まあ、そのうちにですね、デビューしてからマッキーが、まあ、ドラッグで最初にドラッグとか覚醒剤ですね、正直覚醒剤で捕まった時にああって思ったんですけど、まあ、また復活してきて、昨今2年前に捕まったの知らなかったんですよね。2年前捕まってたんかいみたいな、まだやっとったんかいって。でも覚醒剤ってすぐにやめられるもんじゃないですから、まあ、田代正史さんの例を見ればよくわかるように、ややこしいドラッグ、もう本当に最もややこしいドラッグと言われても依存性の高いドラッグと呼ばれております。で、まあそのお薬の話とミュージシャンの話にさせてもらって、今回ちょっとね長いです。長いのでちょっとぶつ切りでね、ちょっと流すことになるかもしれないですけど、いっぺんに撮ってるんですけど、で、まあ今日ちょっとこういうクマみたいな格好してますけどね、まあちょっと今までのを見てね、ちょっとこう胸履いた服を着てたら下のタンクトップが見えてたぜみたいな感じで、何をババアが色気を出してるんだみたいな感じで思われたかもしれない。いや別にあれは単に痩せたんで、最近ちょっと襟ぐりが良くなって、ちょっとねその確認できてなかったら出ちゃってたわみたいな感じで、今回はちょっときっちりしております。きっちりしたいか、そんなに、まあ、ライトも当ててないし、メイクもね普通に家でしてるメイクと一緒なんで、まあもうまん丸い顔かつってますけど、まあまあお気になさらず、まあ今ちょっとナンバーガールかかってますけどね、まあ、ちょっとマッキーの話続きさせてほしい。もう本当にね、もういや、もうショック、もうそれもね、先週ですね、うちに来てくれてる長女のヘルパーさん、お風呂を入れに来てくれてる方がいるんですけれども、その方は音楽好きでビーズさんのファンで、その方と話をしてたとこだったんですね。エリカ様は捕まっちゃったけど、マッキーとか大丈夫なのかな、音楽関係これ以上捕まらないかな、アスカさんも捕まっちゃったしさみたいな、どうやろうねって言ってて、マッキー大丈夫かって言ってたら、翌日に捕まったんで、もうこんなんですよ。捕まっちゃったか、マッキーみたいな、遠い目になりますね、またね。もうやめてほしかったっていうか、もう本当素晴らしいアーティストの方なんで、もう惜しいです。で、惜しいっていうかね、まあ情けないというかね、もうなんとかしてほしい。まあでもそのいろいろこうね、疲れ直しますけど、ドラッグとミュージシャン、まあお薬言ったり、ドラッグでも、まあお薬とミュージシャンといえば、もう切っても切れない関係やったりとかします。今までのね、長いもうその洋楽を聴いてこられた方とかで、洋楽の歴史よりお薬との戦いですね。それとお薬と音楽性についてもね、いろいろ言われてますけど、なんかもう薬で作った音楽が嘘ちゃうかって、それ言うたら、あんた洋楽のビートルズから嘘やって言わなあかんやんみたいな。でも確かにお薬抜きで本当にいい音楽を提供してる方もいっぱいおられるんでね、なしでもできるやんみたいな、病気ちゃうがなって、うん。私はなんかもう本当に持病があるので、お薬っていう薬が欠かせない状況なんでね、もう本当にね、待って、やめてほしかったな、本当に。
もうそれを思うばかりでございますね。まあ、とりあえずちょっとそれについても今回まあちょっと結構長いこと喋ってるかな、喋ってますね。もう本当にもうやめてほしいって思う感じ。もうでまあちょっと後の方にも喋ってますけれども、それのマッキーとユーミンの対談でちょっとそのヒットソングメーカーとしての苦悩とかね、まあそらあるわいなと、うーんっていう話もしてますし、もうとにかくまあ今日はお薬とミュージシャン、そしてあのナンバーガールの衝撃という話ですね。ナンバーガールは一応解散した時に再結成しましたので、昨今万歳っていうその話とかですね、過去のミュージシャンの話とかいろいろちょっと飛びますけど、いろいろ話しててね、結構長いのでちょっとブツブツ切りにして10分ごとぐらいにしてね、ちょっと載せたいと思います。もうなんか、ね、10分以上になったらね、もうみんな見てられへんやろなと、おばあの顔ばっかり見てたので嫌でしょ。まあもっと美人やったらいいんですけどね。まあなんか向井くんがあのね叫んでますけどね、もういやいや、もうとにかく今日今回はいろいろといろんなところに話しときますけれども、まあ基本ナンバーガールでございます。今日本日もよろしくお願いいたします。ではいきます。鉄粉鋭くなってですね、私今度またこれアップすると思います。この間歌いました、歌いません、めっちゃ難しいです。はい、まあそれではまた後ほど。はい、というわけでですね、まあまあそう言えばですね、まあ海外の有名どころのミュージシャンもお薬をやってらっしゃったということがまあ割と知られてますんで、まあ私エアロスミス好きでですね、エアロスミスのコンサートもまあもう大昔行ったことあるんですけれども、エアロスミスのスティーブ・バイがですね自伝書いてまして、まあ自身のコカインやってた時のお話も書いてまして、もう本当にいっぱい財産持ってらっしゃったんですよ。コカインのために全てなくしてしまって、もう最後もマフィアにコカイン売ってくれっていうか、まあ地回りのヤクザさんですかね、真ん中でコカイン売ってくれてた売人が、1ドルもなかったら売れんと、俺はスティーブ・バイだって言っても売ってくれなかった、で拳銃で殺されそうになったって、そういう体験談が出ました。ここまで書くかなと思ってちょっとびっくりしたんですけれどもね、そっからこうお薬をやめたバンドがですね今現在生き残ってるバンド、まあ例えば言うたら名前出したらあかんですけど、あいいのかいけないのか、ローリングストーンズであってもね、多分やってたでしょ、ビートルズでもやってたでしょって、ビートルズは特にねインド行って、まあインドに何しに行ったんかって言ったら多分お薬吸い放題だったと思うんですよ。でお薬っていうのもちょっと言いたくない、ドラッグね、ドラッグって言った方がいいと思う。お薬って言うと私らみたいに持病も持ってるもんからしたらね、お薬はしょっちゅう飲んでますから、今の長女がちょっとね部屋へ戻ってきました。なんかちょっと異常事態を察知して、お母さん何一人で喋ってんのみたいな、ごめんなさいね。まあ今ちょっとナンバーガールまたずっとかかってますよ。まあだからね、薬とミュージシャンってねこうあれなのかもしれないけれども、で昔の話ばっかりしますけど、ちょうどドリカムがデビューした時に、これまたちょっとまあ飛ぶ話なんです、マッキーの話ですね、マキエラ・ノリグさんとポップスの女王ユーミンが対談をしたことがあったんですね。でマッキーもデビューしてから数年ぐらい経った時やったので、まあ、とにかくドリカムがデビューしてすごい勢いやった時に、ユーミンがはっきりとこの勢いが私10年続くんやったら認めるみたいなことをね、大阪弁じゃないですけど10年間続くんだったら私は認めるみたいな感じで言ってはって、もうだからそれほどにヒットソングを見続けるのが難しいことであるっていうことを牧原の言うけど2人で話してて、だからヒットソングメーカーであることの重圧に耐えきれなかったのかなと思うけれども、そういう人はいっぱいいてるしと思ってよく考えたら、まあでもそのね弱さがまた曲に出ててよかったのかなとか、マッキーの前ね優しい曲が本当に多かったので、でまあ世界に一つだけの花あまりに流行りすぎててあれなんですけど、私何年か前で四つ葉のクローバーっていう曲をボイトレ始めた時に練習してまして、マッキーさんも素晴らしいミックスボイスですんでね、それを練習しようと思って、もうすごい歌でね、もうあれもその、まあ、データ残ってるんですけど聞けなくなっちゃうのか嫌だなみたいな
解散もしてないし、マッキー自体は生きてるのに、もうだから誰かがあのテレビで言ってたんですけど、もうあの更生施設っていうのがちゃんとした施設が日本にはないですから、ドラッグの常習者のための。で、田代正さんの息子さんがツイッターで述べてましたけど、あの刑務所に入ったって治るわけがないと。常習者のためのちゃんとしたケアもなってないし、施設もなってない、だから再犯を繰り返すばかりであるということを述べてましたね。確かにね。で、田代正さんの息子さんもミュージシャンなんですけどね、もう本当にだからね、もう本当に薬ダメ絶対みたいな、ベビーメタみたいになりますけど、いじめダメ絶対として本当に薬はやめましょう、ドラッグはやめましょう、ほんと軽いドラッグでも、もう私は次女にも言ってるんですけど、絶対ダメよって。あのイギリスに留学無理くりさせたことあるんですけどね、もう本当にね、お金が一銭もなくなってしまいましたけど、おかげで、あの向こうで進めるって絶対にあかんよって。でも実際にあのその次女の知人の知人のなんやろ、あの入ってるなんでしょう、あのお泊まりどころではですね、留学生の方じゃなくて、その大学行ってる先の大学の子も居住生活してまして、そしてまた大学の子がスパ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 ス吸ってるらしいんですよ。で、やるとか言って言われたらしいんですよ。マリファナですね、その時はマリファナやったらしくて、いやいやいやみたいな、もうその日本人のね、もううちの娘の友達は、いやいやもうそんなんやらないですよね、あそうみたいな感じで吸ってたらしくて、まあね、あので留学先が、まあイギリスはリーズに行ってたんですけどね、もうね本当にそんな感じですよ。もう海外においてもですけど、で日本におけるあのドラッグのね、若者への進み具合もね心配、もうお母さん心配、もうねクラブとかでね軽々しくドラッグとかね、気持ちいいやってみなとか言われたってね、いや私ちょっと今日体調悪いんでとかね、もう体調悪いやつがクラブ行くなよって話ですけど、いやね言ってほしいですよ、それぐらい。もう一発吸ったら終わりですからね、特に覚醒剤は一回やったら終わりなんで、やめてって感じ。うん、もう本当にずっと抜けてさ、ちょっと有名なあの漫画があるんですけど、アルコール依存症になられた東秀夫さんという方が書いた、アルチュー病棟っていう漫画がありまして、これねちょっとはっきり言って依存症、ドラッグ依存症の方とつながる話なんでね、日本ではねドラッグあんまり浸透しないからね、アルコール依存症の方非常に多いです。私も実は親戚に依存症の親戚がいてまして、非常に大変な目にありました。もう家族とても苦しみます。まあ言ったら一滴飲んだら性格が変わるみたいなね、あの人も呼んで、ちょっと咳外しますね。そっか、怖いですね。咳外してきたわ、ごめんなさい。中座して何をしてるかというと、アルチュー病棟を取りに行きました。